60年ぶりに復活、いたしました、お姫踊りでございます、ちょっとヒヤッとする場面も結構ありましたけれども、まあ、なんとか、先生に教えられた通りの動きにはなったかなというふうには、まあ、だいぶアドリブも、まあ、入されております、次は18日の日にですね、同じ頃、大体多分6時過ぎぐらいだと6時頃になると思うんですけども、に、この、演奏をもう一度、いたします。ここのここにあの、日程と時間が大体のところがここに書いてありますので、これをご覧になっていただきたいということと、あと八幡林保存会ホームページございますので QR コードを、見ていただければ幸いだと思います。あとあの宣伝になりますけれども、八幡芸能祭、そこの、市民ホールで、10月27日に行います。この、ポスターも、どうぞご自由にお持ちください。あと八幡林保存会、あのもしあのご興味を持たれた方ありましたらば、あの入会 の, あのチラシもございますので、どうぞこれを、ご自由に、お持ちいただきたいと思います。